東ティモールのヤシの樹液の採取。フィリピンのトディの樹液採取者採取した、ヤシ酒入りの氷炭容器を持つ男性。コンゴ民主共和国バンディウンデュシュガーナの違法なブルクツ、上流種インドのケーララ州のトディ採取者ヤシシュとは、ヤシから取れる液体を発酵させて作った、醸造種の総称である。この醸造種のヤシシュは、パームワインとも呼ばれる。ただし、 同じヤシの仲間のシロを原料とした、醸造種であるシュロ種は、トディと呼ばれて区別される場合もある。また、醸造種のヤシ種を上流して作った、上流種も存在し、それもヤシ種と呼ぶ場合もある。なお、これらのヤシ種の生産によって、いくつか種のヤシが、絶滅寸前に追い込まれるなどの悪影響が出ている。ヤシ種は、東南アジアやアフリカの赤道付近で、 比較的有名な酒であるものの、地域によって、呼び名は様々である。例えば、ナイジェリアでは、エミューや、オグロ、コンゴでは、ヌサンバや、メロフ、ガーナでは、ニセフューフューを、インドの南部では、カル、スマトラ島の北部では、トワク、ボルネオ島では、ゴリボンや、チューバ、フィリピンでは、チューバと呼ばれている。また、上記の地域から外れるが、メキシコやマリアナ諸島でも、 チューバと呼ばれている。なお、トビは、主に、スリランカやミャンマーなどで消費されている。ヤシ種には、蒸留種も存在する。これは、醸造種のヤシ種とは、別な名称で呼ばれ区別される。例えば、記述の通り、フィリピンには、チューバと呼ばれている、ヤシ種が存在する。そして、そのフィリピンには、ヤシ種を蒸留して作った、蒸留種も存在する。 この上流種は、ランバノグと呼ばれて区別されている。他にも、ナイジェリアでは、上造種のヤシ種は、エミューや、オグロと呼ばれているが、上流種のヤシ種は、オゴゴロと呼ばれる。また、ガーナの南部でも上流種のヤシ種が作られているが、ガーナで上造種のヤシ種が、ニセフューフューオと呼ばれているのに対し、このガーナ南部で作られている、上流種のヤシ種は、アプリーチや、 ブルクツと呼ばれる。インドネシアには、ヤシから取れる液体だけで作られた蒸留酒ではないものの、ヤシから取れる液体と米とを同時に発酵させ、それを蒸留した酒として、アラックという蒸留酒も存在する。ココナッツミルクを配合したリキュールも見られるが、これは根性酒であって製法が全く異なることから、ヤシ酒とは別物と考えるべきである。 ヤシ種を作るためには、ヤシより液体を取り出して集める必要がある。この節では、この液体について解説する。地域によって、好まれるヤシの種類が異なっている。東南アジアでは、ココヤシ、シロといった種類が好まれる。アフリカでは、野生のナツメヤシ、アブラヤシ、ラフィアヤシなどが好まれる。なお、コンゴでは、 液体を採取するヤシの種類によって、ヤシ種の名称が細分化されており、油ヤシから採取した液体で作ったヤシ種を、んがし、ラフィアヤシから採取した液体で作ったヤシ種を、ジボンド、ココヤシから採取した液体で作ったヤシ種を、ココティ、などといった具合である。この液体を集めるのに使用される場所として、主にヤシの花が選択される。つまり、 ヤシの花を刈り取って、その場所に容器を固定することで、そこから染み出してくる、白色の糖分を含んだ液体を採取するのである。なお、時々切断箇所を焼き、この液体の採取を容易にするといったことも行われる。また、ヤシの種類によっては、その茎の部分を傷つけることによって、この液体を採取する場合もある。ここでは、ヤシ種や、 その原料であるヤシから採取した液体の扱いについて記述する。インドでヤシから採取した液体はネーラとかパジニルと呼ばれる。これは後者によって冷凍保存され備蓄される。その際発酵を防止するために少量の石灰を添加している。インドではこの液体にはたくさんの栄養とカリウムが含まれていると言われている。この液体は 採取後間もなく、空気中に浮遊している酵母によって発酵が始まる。これだけ、発酵開始が早いのは、しばしば液体の採取に用いた容器に付着した酵母が、いるためだともされる。無論、液体に酵母がそのまま利用できる糖分が、含まれているから、つまり、醸造に際して糖化が不要だからでもある。こうしてできたほとんどエタノールを含まない飲料を、ネイラとか、 カジニルと呼んでそのまま引用する場合もあるが、これをさらに発酵させて醸造酒とするのではなく、ここで酢酸発酵させてしまうこともある。これは、そのような酸味のある飲料を好むものも存在するためである。なお、インドの一部地域では、ヤシから採取した液体を、素糖を作るために、水分を蒸発させて濃縮するということをする場合も、ある。さて、 ヤシから採取した液体を十分に発酵させて作ったのがヤシ種のカルである。このカルは熟成などは行わず、醸造後すぐに飲んでしまう保存の効かない酒でもある。カルには二つの主要なタイプが存在し、一つは白から作ったターネーディカルもう一つは4メートル50センチメートル以下の夏目ヤシから作ったイーサカルである。一般に ターネーディーカルよりも、イーサカルの方が、アルコール度数が低い。この、ターネーディーカルは、料理酒としても使用され、米で作った生地に混ぜることで、生地の発酵と膨張を助けたりする効果がある。また、パンを柔らかくするためにも使用される。なお、ヤシ酒に関する法律が未整備だった頃には、密造酒を作る、酒造会社の中に、メタノールを混入するところもあり、 中毒死などの重大な被害が発生したこともある。このようなこともあり、現在では、ヤシシュの販売などには、免許が必要となっている。ナイジェリアをはじめ、アフリカ中部や西部において、イボ族が取り行う多くの儀式で、ヤシシュが重要な役割を果たしている。例えば、結婚式の客へ、誕生祝い、葬儀においては、多量のヤシシュが振る舞われる。さらに、 イボ族の文化において、ヤシシュは、しばしば様々な体の病に、有効な薬草の薬効をあげるものとされる。他に、ヤシシュを飲む前に、少量を大地にこぼすことは、祖先の霊への尊敬を表す意味がある。なお、イボ族は、男女の区別なく、ヤシシュを楽しむが、公の場において、通常女性は、男性よりも少ない量しか飲まない。 C. マイケル・ホーガン2008チリアン・ワイン・パームジュバイア・チレンシス GLOBALTWITCHER.com エド・エヌ・ストレンベリ橋口隆史スピリッツ名手辞典 P167 申請出版社2003年5月15日発行 ISBN4 から405090645橋口隆史 スピリッツ名手辞典 P101-166 申請、出版社2003年5月15日、発行 ISBN4 から405090645。ありがとうございます。